西安市の極端な感染防止対策により悲劇が相次いでいます。患者が速やかな診察を受けられずに死亡する事例が相次ぎました。ある西安市民は現在の最大の問題は感染ではなく都市封鎖によって発生している人道的危機だと指摘しています。西安市民のネットユーザーは1月5日 Weibo に父親が2日突然の心臓の痛みを訴えたが、 複数の病院から受け入れれ拒否をされた西安市中の病院を走り回って8時間も無駄にした挙げ句、父親はようやく手術室に入ることができたが、医師からは時間を無駄にしすぎた、2時間以内であれば血栓溶解剤で治療できたのにと言われた、父親は結局1月3日の早朝に亡くなったと投稿しました。 このネットユーザーは父親が亡くなった後西安行進委員から感染症対策に影響するため、インターネットに投稿しないでほしいとの連絡を受けました。 私が何か投稿しただけで貿易対策に影響を与えるというのですか私の投稿で先生賞・西安市の人民全部がコロナに感染するとでも言うのですか西安市が都市封鎖されてから病人が速やかな診察を受けられなくなり市民の間では悲劇が続出しています1月6日中国メディアは西安市に住む39歳の男性が心臓病を発症したが PCR 検査証明は持っていなかったために、病院3カ所から診察を拒否され、2021年の大晦日に亡くなったと報じました。また、妊婦が診察を受けられず、流産するというケースも2件相次ぎました。西安市のネットユーザーは Weibo に、12月29日に女性が複数の病院から診察を拒否され、最後には流産してしまった。この夫婦は子供の名前も考えていたというのに、と投稿しています。 西安市に住む長さんは取材に対し、今最も大きく最も深刻な問題は感染ではなく、都市封鎖によって起きている人道的危機だと話しています。私のいとこが亡くなりましたが、私たちは葬儀に出られませんでした。ですがこれは、大したことには入りません。他に、病気になったのに病院から受け入れてもらえない人がいます。多くの病院が業務を止めているのです。 病院はそもそも業務を止めてはならない場所です混迷を極める西安市の状況がインターネットに流れると、西安市当局はいつか、WeChat を通じて緊急通知を発し、すべての WeChat グループは監視されており、いわゆるネガティブな情報を流した場合、そのグループを直ちにブロックすると警告しました。そのため、この措置によって助けを求めている人が、さらに声を上げにくくなるのではと憂慮する声も上がっています。 NTD ジャパンがお伝えしました。